バイヌナ級コルベットはアラブ首長国連邦海軍のコルベットの艦級、フランスのノルマンディ機械製造者の BR70 型の設計を採用している。アブダビ首長国防衛軍会長部隊は1968年3月に発足したが、当初の保有剪定は20メートル級程度の港内艇に限られた。その後、外洋航行能力を備えた艇として、 ボスパー・ソーニクルフト社の110フィート級小海艇が購入されることになり、1975年よりアルダナ級として収益した。1971年のアラブ首長国連邦の成立を受けて、1978年2月にはアラブ首長国連邦海軍が発足し、その後十数年の間に戦力は急激に拡充されていった。 1980年から1981年にかけてバニアス級6隻、1990年にはこれを発展させたムバラス級2隻、そして1990年から1991年にかけてはヘリコプター搭載のムーレージップ級が順次に収益した。1990年代に入るとアルダナ級の老朽化、陳腐化を受けて更新が検討されるようになった。 1996年には要求事項が提示されたが、1997年2月には航空運用能力の強化やステルス性の強化などが盛り込まれて改定された。同年3月2日より入札が開始され、2001年3月23日にはフランスのノルマンディ機械製造者が選定された。これによって建造されたのが本級である。 中央扇動型の船型が採用されており、上部構造物はアルミニウム合金、船体は構成とされた。蒸気のようにステルス性が重視されており、レーダー反射断面積低減のため、外壁には傾斜が付されているほか、主センサーとなる C ジラフ AMB も閉過コイマストに収容された。手記としては V 型12気筒のムつ 12V595 で、 90ディーゼルエンジンは4機搭載された。推進機としては、カメは車のウォータージェット推進機が採用されており、112SII 型が2機、125B 型が1機搭載されている。1PNS、e、戦術情報処理装置を搭載し、リンク11よびリンクワイマーク2による戦術データリンクに対応した。また、レーダーとしては、対空、 対水上捜索用には3次元式の c ージラフ AMB 後方用にはスキャンター2001をソナーとしては嫌い障害物探知用の NDS-3070 を搭載した。艦砲としては TRCS シールドを採用した62口径 76mm 単装速射砲が搭載された。基準としては 当初はオートメラーラ射程の75号計 30mm 単装機銃が予定されていたが、実際には 27mm 単装機銃に変更された。小型艦ながら艦対空ミサイル装備は充実しており、S 無用のマーク 56VLS が8セルと、ラムキン接防空ミサイルの21連装発射機を一機備える。また艦中部には、 エグゾセ MM40 ブロック3艦体艦ミサイルの4連装発射等2機を備えている。対戦兵器は持たないが、当社型静止式、ジャーマーや自走式でコイを運用できるバス C310、巨雷防御装置を備えている。また必要に応じて、ヘリコプター艦板には、機雷布設機場を設置可能とされている。ありがとうございます。